という激戦を制したこちらのマシン。今回は BMAX グランプリプレミアムで優勝されたマッシュ選手のご好意で優勝マシンを撮影させていただきました。マッシュ選手、本当にありがとうございます。このマシンの改造の第一は低く飛ぶこと。そのための工夫が随所に散りばめられています。フロントにはいわゆる石井式と呼ばれる形でマスダンパーを装備。このフロントタイヤ近くに配置されたマスダンパーが低いジャンプ姿勢に貢献しているそうです。ローラーは 9mm、8mm のダブルアルミローラーと 9mm ローラーを効果的に配置し、立体レーンチェンジを高速でクリアしています。リア周りはフルカウル用カーボンステイを2枚使用し、シンプルかつ高い剛性の作りになっていて、そこに 13mm アルミローラーを装備しています。メインのマスダンパーは AR 用 FRP マスダンパーステイをあえて使い、ステイがしなることにより高い精神性が得られるような工夫をしています。ブレーキは低いジャンプ飛型を作るためにフロントブレーキを強くかけ、リアブレーキは姿勢制御のために青ブレーキを装備しています。ご覧のように上り2枚着地のセクションではコースを舐めるようにジャンプし、フロントからねじ込んでいます。こちらのドラゴンバックでは速度が乗るメインストレート後にもかかわらず、フロントからコースへねじ込むことにより十分な安全マージンを残しながら確実に難関セクションをクリアしています。
優勝マシンの素晴らしい改造を無加工ゆえにすぐに自分のマシンへフィードバックできるのが BMAX のいいところ。今回のように気さくにセッティングが公開されているところも BMAX の気軽さにつながっていると思います。最後にマッシュ選手にお話を伺いました。 BMAX プレミアム開幕戦優勝のマッシュ選手です。ありがとうございます。おめでとうございます。練習走行の時に完走率がすごく良くて、あとは速度の問題かなと思ったんですけど、まあ、一番速い速度出すとどうしても挙動が安定しなかったんで、もうちょっとだけ速度落としてって感じで、本番臨みました。決勝戦は、アルカリ電池を使うっていうのを、急遽話を聞いて、ただアルカリ電池用のモーターを持ってなかったので、予選と同じモーターで行きました。で、案の定3周目でものすごくやっぱり垂れてきちゃって、もうちょっとでこう抜かれちゃいそうだったんですけど、なんとかギリギリ持ってくれてゴールラインを切ることができました。全日本選手権いつもこう運営側で出てて、毎年思ったのはやっぱすごい速度で BMAX 走ってる人が多くて、よくあの速度でコースアウトせずに入るなっていうのがずっと感想だったんですけど、ここのところ最近 BMAX すごい頑張るようにして、速度を少し上げて完走率も上げてっていうのをやってきたので、まあ今日たまたま決勝で当たったのが全日本優勝の下山さんだったんですけど、まあその方ともやっぱすごく速かったので、まあ全日本選手権でも当たったら勝ちたいなと思ってます。はい、その勝った先にはワールドカップがあります。 ありますね。ぜひ台湾に行きたいヤムチャを食べたいです。美味しいヤムチャが食べたいです。もともと私あのフォースラボを起点としたレーサーなんですけど、BMAX のレースをやっぱもっともっと盛り上げたいなと思ってまして、だいたい毎週火曜日に、シューマイを商品としたレースをやっております。だんだん盛り上がってきて、それなりにレベルも高くなってきてるので、もし、フォースラボちょっと火曜日の夜なのでなかなか来づらいかと思うんですけど、もしお越しになれる機会があればぜひ参加していただきたいなと思います。今日は優勝おめでとうございました。ありがとうございました。やったマッシュ選手優勝本当におめでとうございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録をしていただくととても励みになります。今後もRDチャンネルをよろしくお願いします。